真相君。まあね。ヒーロー化編入を希望してる普通科 C 組、真相仁志君だ。真相、一言挨拶を。真相君の個性って洗脳なの？みんなそう言うよ。真相仁志です。何名かはすでに体育祭で接したけれど、俺は立派なヒーローになって俺の個性を人のために使いたい。いいよ、事実だし。僕の高さで何歩も先行かれてるよ。ようやく来れた、スタートラインに。アスイの保護色、分かってりゃ見えるもんだな。一番厄介な個性から片付けたいな。は？こっちがイバラちゃんをどうにかしたいと思ってるように。よっしゃ！もう一つの生態、ペルソナコード。ただし、洗脳したものを喋らせることはできない。それと、頭を使わせるような命令は通らない。ガン無視すりゃいいもん。だからこれだ、もう一つの生態、変性可変機構マスク、ペルソナコード。蹴散らせしな！覚醒する前に！エアプリズン！音で洗脳、衝撃で溶ける。以前かかった潮崎たちから聞いていたが。そっちには捕獲動作。もっと早く動けた。悪い。しっかりヒーロー志望だ。別に。それより策を。二人に塗って匂いを上書きしちゃったんだ。オイラたちですら忘れかけて。そこを突くってわけだな。つゆちゃんの香り三人分。真相の変性器だ。俺が暴れてヘイト稼ぎゃ、鶴が手薄になるんじゃね。別に見くびってたわけじゃないけど、バカズの違いを見、これがヒーロー化か。あなたはすでに立派な脅威。さすがだな。イレイザーヘッド直伝。これ式で倒れるほど。ヴィラ、後ろだ、後ろだ。ヒーローになるために。遅れてるどころか、俺自身の実力でプロにならなきゃ。やったことの1割も実践できなかった。悔しいです。はい。勝利を得た者の自分の未熟さを痛感。とはいえ落ち込むわけではなく、次の試合のために脳内で試合をシミュレートしつつ改善策を模索。共闘が楽しみだ。ヘイ、シェイサーゲー。